はい、天皇賞、秋ですね、えー、芝の2000メートルの G1 で、まずポイントとして、今週から、えー、と B コースに変わります。<ー> A コースから B コースに変わるので、はい、まあ、バばがさらによくなるっていう点と、それと週末も天候はいいです。なので、<ー>えー、両馬ばでできるってことですね。うん、はい。で、そうですね、まあ、一転してイクイノックスが参戦を表明したことであって、やっぱ大,大幅にね、メンバーレベルがぐんと上がりましたよね。うんはい、今年は、えー、パンサラッサがいませんから、 誰が行きますかジャック・ドールがいると思うんですけど、あんまりないまりないです。はい、あでも、このメンバーやったら、ジャック・ドールはあの花切ると思いますね、はいうん。そうですね、花切ってくるでしょうね、これね。うん、で、ジャック・ドールは、あのまあ、 あの東京コース、まあ、これね、藤岡雄介騎手、1年ぶりに戻ってきて、まあね、もともとお父さんの旧試合やから、もちろんお父さんだって、この馬一番乗せたいわけで、それに戻ってきたっていうのは、非常に喜ばしいことではあるんですけど、ただ、東京の2000メートルで、この馬ってめちゃくちゃどんどん難しいと思います。うん、どういうことかっていうと、まずこの馬自体が切れない、瞬発力はないから、早めに行かないといけない。であのー その中で、まあ去年はパンサラスタがおったわけやから、はい、そのパンサラスタのペースにも合わせていかなあかんっていうの、めちゃくちゃ乗り難しかったと思うんですよ。うん、でも今年に関しては、そら東京の2000っていう舞台はあんま合ってないのは確かなんですけど、でも自分でペースを作ることができるんであれば、まだ乗りやすいと思いますね。そうですね。うん。言ったら、まあ言ったら1000メーター通過が50 59秒台ぐらいでいって、 で、まあ、直線でも早めにロングスパート、波あの3波のぐらいでロ,でロングスパートっていう形を取ればっていうので、前にやっぱ馬がおるのとおらんでは、やっぱ乗りやすさがちゃうと思うんで、はい、そういった意味ではあの、軽い芝は合わへんけどもあの、昨年以上の結果があっても、言っても昨年だって0.3秒差しか負けてないわけだから、去年以上の内容があってもいいんじゃないかなとは私は思います。イイククノックスは 前奏のね、宝塚記念で、まあ、スルーセブンシーズと、首差の内容というのは正直、だいぶお粗末ではありますが、まあ、でも前奏に関しては、えー、重い芝で、えー、小回りコースという舞台が、いくらこんだけ強い馬でも合わんかったのかというのを示すいい例やったと思うんですよね。うんまあ、今回は軽い芝で えーまあ、2000メートルという距離、まあ、ベストはやっぱりドバイ、シーマークラシックを見るように、私は2400と思うんですけど、うん、まあまあ2000メートルでも、あんだけ去年、パンサーラッサが大逃げを打った中でも、ルメールキシュが全く自分のペースを崩さずに乗れたっていうのは、まあ、2000メートルでも全く問題ないっていうことの証明だと思いますし。うん、うん まあコロナが参戦してくるとなればねやはり軽い芝であればね本当やったら凱旋門賞とかに行ってる馬じゃないですかでも、うん、その行かない理由っていうのはやはりその雨が降るとかそういう馬場実際今年の馬場やったらあえて雨が降らへんって分かってたら行ってほしかったんですけどそれ,それはやっぱりねやっぱり分からんわけから分からんすね。 今年のようなああいう場バ,バやったらね、ぜひとも日本版もっといっぱい投資かったなってすごい思うんですけど、うんうん、やっぱそれはね、天候まではね、何ヶ月前から読めないわけやから、うんうん、しゃあないですけどもね、はい、まあ、あのーうん、まあ、東京の軽石場でしかも量であるんであれば、やはり瞬発力っていうものはここでは1位やと思います。はい、で、それに対してのドーデュースですよね。うん、そう、ドーデュースはなんといってもこの東京コースでイクイノックスを倒してるっていう、うん。 その実績っていうのは、やっぱりここではだいぶ高く評価されるべきだと思います。それが日本ダービーですよね、日本,日本ダービーで、えー、イクイノックスを倒して勝ったっていうのは、やっぱりでかいと思いますね。うん でまあねフランス遠征、昨年のフランス遠征はねちょっとかなり、えー、あの苦い経験にはなりましたけども、でもあの京都記念の強さ、ねまあ、確かにメンバーレベルは低かったかもしれんけど、やっぱこの馬すげえわって思う強さがありましたよね。まあドバイはね、そうだからこそあのドバイはちょっとどんな競馬になるかっていうのは非常に楽しみになっただけに、ね、ちょっと直前の箱はねすごい残念ではありましたけども。いや ここの,この東京、その日本ダービー、まあ、距離は違いますけど、日本ダービーが行われた東京コースでもう一回イクイノックスと再戦する、イクイノックスもその後で軽石場ですごいパフォーマンスしてるわけやから、軽石場でもう一回この2頭が戦うっていうのは、非常に楽しみですねもう一つのポイントは、2400の距離で、 ドーデュースはあのイクイノックスを倒してますけど、その後の適性を見ると、私はイクイノックスは24今ベストやと思うんですけど、うん、ドーデュースに関しては24よりももうちょっと短い距離の方がいい,、ねあ確かにはい。うん、だからそ,のそういった意味でも2000メートルの距離で再戦っていうのは面白いなって思いますね。で、あとそうですね、やっぱり一番のそう、去年いなかった馬で今年一番の新星になるのはやっぱりプログノーシスですね。うん、プログノーシスは 前走の札幌記念がとんでもない強さでしたただね、うん、あのとんでもない強さはやはり あの馬場適性というものを加味してのこその強さなんですよね。はい、それはちゃんと川崎氏もレース後にこういう馬場の適性の差もあったというコメントはしっかりと出してるんですよ。で、実際、まあ、2着にトップナイフが来た、まあ、トップナイフがね、その後あの菊花賞でちゃんと走ってどうなったかっていうのは見たかったっていうのは見れ、見れなかったのはちょっと残念ではあるんですけど、でも、あのトップナイフが通ってきたコース取りを覚えてますか、前走の札幌記念、はい、いいで。1投だけ打ちついてるんですよ。うん そういうそれを馬が2着に来てるってことは、やっぱ馬場適性の差が相当あって、はい、言ったら、そのダノン・ベルーガとかあのまあ4着、まあ、あとジャック・ドール6着とかに負けてますけど、そういう馬たちが、言ったトップナイフに負けたっていうのは、トップナイフよりもダノン・ベルーガとかジャック・ドールが弱いって言ってるんじゃなくて、それだけ馬場適性があった、トップナイフにはあったってことなんで、まあ、そういった意味で、そのトップナイフよりも0.7秒前に折るプログノーシスっていうのは、私はミチュアルの鬼やというふうに前走を見て思いました。<laughs> だからこそ、今回、両馬場で、えー、どんだけ切れるかっていう話なんですけど、うん、この馬、軽石は一回も走ったことないんちゃうのうーん、なんかあんまり印象にはないですよね。そうなんですよね。それやったら前走の道寄りがここまですごかったからこそ、うんね、あの、軽石は、東京の軽石はどうなんかなって、やっぱ、ただ思ったより人気ないですよね。<っ>私、この馬があの、の、ああもう、あの まあ言ったイクイノックス、ドーデュース、これが1、2番人気はいろんなくて、うんだ、もう完全なる3番人気がプログローシスになると思ってたら、うん、意外に3番人気は追われてますよね。そうですね。うん。うん、まあ、そうですよね、東京は初めてですね、東京、京都なし、そう,です、ね、そうなんですよ、京都、まあ、新潟ももちろんないし、うん、その密ないでしょう。ちょっとそこは心配ではありますけどね。 まあそこ、まあ、確かに、ね、金庫省とかまあまあその前の,あの中日新聞祭とか33秒2とか、まあ、33秒1とか、まあ、33秒台の上がり平気で使う前から全然普通にこなしてもいいかもしれんけどただやっぱ前走の札幌記念の強さを見ると。 道あるやなとかむふうに思,う思うんですよね、うん、なるほどね。確変の入りね。まあ確かにその可能性っていうのはなきにしもあらずやと思います。うん、実際2走前の QE2 ね、香港の QE2 で、ロマンチックオリアーってこれ香港でも相当強い馬に0.3秒差2着。確かにこの内容を負けて強しなんですよね。うん、金庫賞の後のコメントって何ですかね。この馬にはババ,ババは少し緩く、より乾いたババの方がいいのでっていうコメントありますね。なるほど。 そのコメントが正しいものであれば、あのー、東京構成、非常に楽しみになりますが、前走に関しては川崎氏は、こういう馬バ場バの適性の差で、こんだけ勝ったっていうコメントがあるんですよ。 そうということは、その、言った矛盾したコメントを2個出してるわけですからね、うんうん、ちょっとその辺に関してはどうなんかっていうのはちょっとありますが、うん、まあ、ねまあ、あのより、よりかわいくいたバばバがいいっていうのは、うん、そのそのコメントが本物になるんであれば、相当面白いと思います。うんうん、でですね、まあ、その後になると、まあ、ダノンベルーガは昨年の3着ですけどもね、正直ね、 そのまあ、イクイノックスから0.2秒差っていう着差はまあまあ、あのー、悪くはないんですけどパンサラッサは捉えてほしかったなっていうのは正直な気持ちではあるんですよね。うん、まあ私は馬券的にはかわさん方がついたからよかったんですけど <laughs> あのダノンベルーガの立場に立つとダノンベルーガは完全に軽い芝で切れるタイプではあるから、まあ、パンサラッサは倒してほし,し,しかったとっいうのは正直な気持ちではあります。うんまあ、ただやっぱりねその後の後 レースをずっと見ていっても、まあ、2000の東京というのはやっぱり G1 なんか言ったらこのままにとってはベストにあである,あるに当たり前というかも,もう当然の条件ですよね。うんなのでやっぱり今年もチャンスかなと思いますが今年も人気が落ちひんとのはちょっと嫌やな。モレイラですもんね。なるほどね。これは売れ,、まあ、売れそうな気はします。やっぱモレイラ騎手見とってもめっちゃうまいから、ねね、そううですね <laughs> <laughs> うーん あとね、そうですね、スターズ・オン・アース。前走のね、そう、これ、前走のヴィクトリア・マイルの0.1秒差3着って、私、強いと思いますよ。な、うんでかって言ったら、その後ソングラインが、あの、有馬記念を勝あれはごめんなさいあの、安田記念を勝つわけですから、それを考えたら、はい、これマ、マイルのどう考えても短い距離でよう走ってるなと思いますね、はいうん。この内容であれば、2000メートルの東京やったら、全然チャンスあると思いますね。うん 強いとようマイルであんだけ走ったね、前走ね。うん、私ぜ、前走ぜ、全然いらんと思いましたからね。<laughs> いや、まあまあ、うん、あの位置につけられてるルメルキシャはすごすぎるんでしそうですね。うん、ねこれ確か大阪杯も実質一番強かったみたいな感じだし、そうですよ、ね、そうですよ。その前走、やっぱスタート決めたこともでかいし、うん、今回も引き続き、まあ、安城はスタート苦手な人ですけど、<laughs> あのまあまあ、そこがやっぱ問題ではあるけど、スタート決めたら面白い,い,、ね、いやこれね人気次第ですけどちょっと あとは、うん、ジャスティン・パレスな。あね、確かに。こ,<れ>うんやこのまはねその、やっぱね。 2000っていう距離がどうか、その前奏の宝塚記念で2位にこなしてるやないかって言われたら、確かにその通りではあるんですけど、でもね、上がりがかかる競馬で、やっぱスタミナが要求されたっていうのはやっぱりあるんですよね。ねこのまま長距離やったら、長距離の中では瞬発力ある方なんですけど、2000の距離で瞬発力って言われると、ちょっとうんってなってしまいます、ね。まあちょっとほかがすごすぎますもんね、これ、もう回そうなんですよ32とか。32秒台使いますから、はい、そう考えると、やっぱジャスティン・パレス、ちょっと。 2 0 0 0ルで切れる足がどうなんかっていうのはちょっと心配ではありますよね。あとひし、うひしいですかね。そうなんですよね。あの、やっぱりこの馬の素晴らしい強さっていうのは4走前の去年の宝塚記念なんですけど、あのすごいスタミナを要求される流れで2200持ったってことは、あ長い距離の方がええなと私思ったんですよねこの馬ね。 だから言うと有馬記念とか出てきてほしいんですよ。ああ、そうですね。私、有馬記念でできた頃はめっちゃ狙いたいと思いますわ。うん、確かに。うん、でも、多分出えへんねやろうな。そうですね、やっぱりその 2000m の切れる足ってなるとどうかっていうのありますよね。うん、あと外野ホースかな。うん、前走のオールカマはね、ちょっとね、残念すぎる結果に終わってるんですけど、でも結果論ですけど、今はもう2にも長いと思うんですよ。うん、でも、それやったら2000ならっていうのはありますが、うーん。 まあそれは希望,希望を含めないとダメだめですけど、まあ、でもこの軽石はいいですから、中山より東京の方がいいというのは確か、まずあのやっぱり2走前の安田霧馬とかを見ても、うん、あ,のあとマイルチャンピオンシップを見ても、京都、東京の軽石は合ってますからね。まあ,あとはその2000メートル、前走の2200は長かったけど、2000は大丈夫やったっていう結果になってくれたらっていう話はありますよね。確かに 豪華メンバーですね。はい、楽しみ。馬券の買い方がなんかポイントになりそうです確かに、組み方難しそうですね、うん、これちょっと。うん、というわけで、皆さん、レヒロの最終結論は概要欄になります、レヒロネットノートでぜひご確認ください。あと G1 パックもありますから、ねああ。確かに、G1 パックもあります、ねうん、なんで、G1 パックを貼ろうかな。なので、皆さんぜひ、はい、G1 だけを楽しみたいという方は、はい、秋の G1 パックこちらも、はい、ご利用いただけたらと思います。はい とということで以上たくさんお話しいただきました月曜日段階での天皇賞秋の重賞展望でした。